阪急そば13店。阪急そばは2019年3月31日まで、阪急阪神ホールディングスグループの阪急阪神レストランズが運営していた立ち食いそば、うどん店である。現在は、平野屋に事業譲渡され、若菜そばとなっている。ポテそば1967年に、阪急電鉄13駅構内に、近畿私鉄で初めての立ち食いそば、うどん店として13店を開いたのが始まりである。天ぷらうどんや天ぷらと甘辛い出汁で味付けした卵をご飯の上に乗せた天玉丼を人気メニューとして、駅構内を中心とする阪急沿線に店舗展開を行った。かつては阪急電鉄子会社のクリエイティブ阪急が園芸部門と共に運営していたが、阪急阪神ホールディングスグループ内の仕入れや衛生管理などの統合による経費削減を目指した飲食事業の集約に伴い、2010年4月1日に阪急阪神レストランズへ事業が移管され、その後は同社が運営していた。2012年2月7日から当店の天ぷらうどんを再現したカップ麺を同じ阪急阪神ホールディングス傘下のコンビニエンスストアのアズナスやユニー系のコンビニエンスストアのサークル系サンクスの近畿地区の店舗で販売した。阪急そば若菜、おたかじゃやなど派生業態の店舗も展開した。2011年9月20日に省内店を改装してオープンした阪急そばカフェはそば、うどん、丼物メニューに加えコーヒーや和風スイーツなどのカフェメニューやタイムサービスメニューを提供するなど新機軸を盛り込んだ新しい業態であったが短期間で廃止された。2015年2月13店でそばやうどんにフライドポテトを乗せたポテそば、ポテうどんを始めたところネットで話題となりマスコミにも取り上げられる人気商品となった。このため4月以降は販売店舗を拡大しポテカレーそば、ポテカレーうどんを追加した。このブームを受け、東京の富士そば等、他の立ち食いそばチェーン店でも同様の商品が販売された。2019年4月1日より、フラットフィールドオペレーションズの完全子会社である平野屋に全店舗が事業譲渡され、店名が若菜そばに変更となり、阪急そばの名称は消滅した。2019年3月末時点における阪急そば及び姉妹業態である阪急そば若菜の店舗は以下の通りであった。2012年3月時点では33店舗を展開していたが、ここ数年で半減し、下記の15店舗が若菜そばに引き継がれた。近畿の鉄道構内には、阪急そばのほか、JR 西日本の駅にある麺家、山陽沿線にある山陽そば、南海沿線にある南海そば、京阪沿線にある麺座、神戸高速鉄道新開地駅にある高速そばなどがある。なお阪神尼崎駅の阪神そば、阪神御影駅の六甲庵、野田阪神駅の恵比寿屋うどんなど、阪神沿線にある立ち食い店は、阪急阪神レストランズではなく駅、リテールサービス阪急阪神による運営である。ありがとうございます。